しかしすぐいなくなったって一体何しに来たんだって話だよな。あの日はマジで祈りのじゃないんだな。びっくりして漏らしたなら早めに言っとけよ。そんなわけないですよ。あの炎はあいつが吹いたです。っていうか私のブレスをお漏らしみたいに言うなです。それは多分間違いないと思うよ。焼け跡の痕跡が島の他の場所で見られたものに酷似してるし、それにその石ころがどうかしたのか。なんかへったくそな絵が描いてあるですよ。これはリンゴか何かです。こんな絵なら私が描いた方がマシですよ。明らかに人為的に手を加えられてるでしょ。もしこれが私たちの想像通りのものなら、ビンゴってわけか。じゃあ本格的に動かないとな。で、君たちはどうする？バレてるさ。あれだけ露骨に嗅ぎ回ってりゃすぐに気づくよ。隠れてるつもりだろうけどバレバレだから。で、祭りとお兄さんだけです？軽薄用心棒はまだ寝てるですか？ということは参ったな。先を越されちゃったみたい。地形を考えればあの巨体が潜める場所も簡単に想像はつくけど、まさか一人で動ける度胸があるとは思わなかったな。あいつまさか一人で森に。そんな、トモ姉ちゃん、自分を置いて一人で行っちゃったすか。たく、面倒かけやがるです。ボス、のんびり準備するのはやめだ。すぐに出る。すぐにって、当てはあるの？大体の居場所の予想はつくとしても、この森結構広いよ。だったらとっとと調べてほしいですよ。ボスになら簡単なはずです。やってもいいけど、私に何のメリットがあるのかな。それに私に借りを作ってもいいの？これ以上借りは作りたくないんじゃない？費用は遭難者本人に請求するです。祈りもなんだかんだ言って気になってんだな。そんなわけないです。勝手にくたばられても私の寝覚めが悪くなるだけです。わかった。ほら祭り、すぐ連れ戻してやるから、そんな顔すんなって。自分も行かす。トモ姉ちゃんを一人にはしておけないっす。祭りさ、分かってんの？最悪あの火を吹く巨体と戦闘になるんだぞ。そうだ、足手まといは留守番してろです。確かに怖いっす。でも行くと決めたっす。それが自分の正義っす。俺たち相手に正義とは、参ったね。分かった。ただし自分の身は自分で守れよ。了解っす。喧嘩してる時は怖かったっすけど、トモ姉ちゃんの言う通り、カヤさんは根は優しい人だったっす。さてどうだかな。祭り、俺たちがギャングだってことを忘れてないか？恩を売っておいて骨までしゃぶるつもりかもしれないぜ。自分でよければいくらでもしゃぶっていいっす。だからトモ姉ちゃんは助けてほしいっす。いやいや冗談だから、そんな顔すんなって。しょうがないからお兄
さんも来るですよ。とっとと準備しろです。はぁ、あ、まつりちゃんにも何も言わずに出てきちゃったけど、時は一刻を争うからね。あの人たちを出し抜くにはこうするしかない。まつりちゃんには後で謝っておかないと。この世界を間違ったものだなんていう相手の求めるものがこの先にある。最悪の場合、それが国家転覆を狙えるような兵器かもしれない。それだけは止めてみせる。私はナイトメアの一員なんだから。それにしても結構きついな。訓練はちゃんとやってたつもりだったんだけど、実戦は違うってことか。それでも痕跡は追えてる。あの巨体だ。通れるルートは限られてるし。あ、開けた場所に出た。けどあれはなんだ？遺跡なのか？自然にできたものとは思えないな。かといって人造物かどうかも怪しい。構成してるものは人造物みたいだけど、なんだろうこの違和感は。でもおそらくこれがドラゴンズネストの探していたものだ。しまった、油断した。ここにいたのか。